対等な共闘はもう古い。自民党全敗となった4月28日の衆院さん、補選は、全勝した立憲民主党にとっても今後の課題を考える機会にもなった。立憲は、今後、野党としてだけでなく、政権の選択肢としての評価を厳しく問われることになるが、現状は、戦う構えすら満足にできていない。 戦う構えを作るには野党がまとまることが必要だと言われてきた。すべての野党をまとめて大きな塊を作れ対等で平等な共闘を体制を組め。方向性に差はあるが野党は常に外野からこうした圧力を受けてきた。これらは確かにある時代までは野党の強化に一定程度機能したがその戦い方はもう古い。立憲は まとまれの呪縛から離れ自力で政権奪取を目指す姿勢を明確にすべきだ。ここで戦えというのではない。下手な候補者調整をするより立憲が前面に出た方がむしろ野党陣営は大きくまとまれると見るからだ。共産を切れ、連合を切れと言っている暇はない。立憲は今回の三補選で すべての選挙区に公認候補を擁立した。これに対し、国民民主党は、島根と長崎で候補擁立を見送り、立憲候補を県連レベルで支援した。共産党は、島根と東京で候補を取り下げ、長崎を含むすべての選挙区で立憲候補への自主的支援を行った。島根と長崎では、立憲と国民民主、共産、社民という、 現状考えうる最も大きな野党の構えが出来上がった連合の吉野会長は島根について共産党と一緒に戦うことはありえないと不満を述べたがそれによって現場の体制が崩れたわけではない熱い地盤を誇る自民党との一騎打ちに野党側が勝つには好むと好まざるとにかかわらずこの枠組みを可能な限り模索せざるを得ない 味方を増やし、敵を減らさねばならないときに、〇〇を切れなどと、悠長なことを言う暇はないのだ。大きな構えを阻む連合と共産党の圧力。東京ではこの枠組みを構築できなかった。9人が立候補した乱戦の中、国民民主は、小池百合子東京都知事と組んで、無所属候補を推薦し、立憲の公認候補と対決した。 大きな構えは崩れたた。がが乱戦を制しして立憲が勝利した国民民主が離れた分自主的支援に回った共産党の動きがよく構えの欠落を補った面はあるが主な勝因は候補者が乱立したことで候補がいなかった自民党の支持層や無党派層の票が分散したことだろうこの結果候補者の中では第1党であり 組織力もあっったた立憲に有利なな戦いとなった自民党が次回、体制を立て直して、候補を擁立した場合、今回の枠組みで勝ちきれるかといえば、やや心もとなさが残る。こちらも、〇〇のおかげで勝てたといえる状況にはない。補選を振り返れば、立憲は、国民民主、共産、社民との4党で共に戦う。 大きな構えづくりが急務であるるとわかるそれを阻むのが連合及び国民民主党と共産党との圧力だ今回の補選でも野党陣営は大きな勝利を得たにもかかわらず選挙直後から剣のある言葉が飛び交った連合加盟労組の幹部が今回の勝利でもう共産に候補者を取り下げてもらう必要はないと述べたと毎日新聞に報じられ こうした故意に反発した複数のリベラル形式者などは、立憲が取るべき道は、連合斬りなどと言い切り立った。外野の発言とはいえ、こうした欧州は無党派層の立憲への印象を悪化させ、自民党を利することになりかねない。政権交代のための候補者がそもそも足りない。連合 VS 共産党の圧力を乗り越え、野党が大きくまとまるために、立憲は何をすべきか。 それが冒頭に述べた自力で戦うことである候補者調整を待たず自前の候補者を可能な限り擁立するということだつまりどういうことか大きな塊にせよ市民と野党の共闘にせよこれまでの野党の戦術は立憲型党と候補者調整をし選挙区を譲り合って候補者を一本化するというものだった一本化というと 野党各党がそれぞれ多数の候補者を立て、多くの選挙区で候補者が競合しているように聞こえるが、実態はその逆だ。候補者が全く足りていない。立憲は、小選挙区で200人、比例単独も含め衆院定数の過半数、230、参議席を上回る240人以上の候補要率を目指しているが、現在の候補予定者は170人余り、 全員が当選しても単独では政権を担いないこれでは政権交代を訴えても絵に描いた餅ちである過度な候補者調整はやめるべき筆者が気になったのは同じ4月30日の岡田和也幹事長の記者会見だ補選の勝利を受け今後の候補者擁立方針を問われた岡田氏は 数字先にありきではないと述べ、擁立作業を急ぐことにやや慎重な姿勢を示した。理由は以下の2点だ。1勝てない候補者を数多く立てればいいわけではない。2他の野党とバッティングする。1はその通りで、質の高い候補を揃えることは、党への信頼を高めるためにもこれから一層重要になる。気がかりなのは2だ。立憲は、 他党との調整を意識するあまり、自前の候補者擁率を手控えなければならない、という呪縛にとらわれてはいないだろうか。一本化は、死活的に重要だ。だが、衆院解散の足音が近づく中、それを意識するあまり候補擁率が遅れることの方が、はるかに死活的な問題になりつつある。立憲以外の野党支持者には納得し難いだろうが、野党がこの先、 小選挙区で勝つなら、可能な限り、第一党である立憲の公認候補を全面に出すことが望ましい。政権批判層や、ひじみん志向の無党派層は、選挙区に野党第一党の立憲がいなければ、事前の策として、第二党の日本維新の会への投票を試みるだろう。筆者はたびたび立憲と維新の、目指す、 社会像が違うことを指摘してきたが、無党派層にそのことが十分に浸透しているとは言い、がたいからだ。小選挙区は、立憲、比例は、他の野党で戦えばいい。立憲が擁立を見送った、選挙区に維新が候補を擁立すれば、維新が非自民票をかっさらう可能性がある。昨年の衆参補欠選挙は、立憲が全敗、維新が、 自民から金星を挙げたと評されたが、維新が勝った衆院和歌山一区補選に、立憲は公認候補を立てていなかった。維新は近畿以外で地方組織の力が十分でなく、メディアンに露出する空中戦で比例票を稼ぐ戦いに頼りがちだ。だが、立憲が過度に候補擁立を見送れば、維新は立憲のいない小選挙区で勝利を重ねるかもしれない。 今回の補選で獲得しつつある自民 VS 立憲による目指す社会像の選択の構図が再び崩れ振り出しに戻る可能性があるメディアは維新を含めた野党候補の一本化を盛んに求めているが一方で次期衆院選で自民党が大敗した時に維新が連立政権に加わる可能性にも言及している選挙後に 自民党政権の補完勢力になるかもしれない候補が野党支持の票をかき集めることを野党第一党が簡単に認められるわけはない維新の動向には今後も注意を払う必要はあるが現時点で立憲が維新の議席を大きく増やすことにつながる戦術を安易に取ることは極めて困難である野党陣営は補選を機に頭を切り替え小選挙区では 立憲の旗を前面に出して戦うべきだ他の野党は比例代表で確実に議席を増やし立憲が自分たちの望む方向を外れてしまわないよう政策面で圧力をかける力を強めればいいくどいようだが小選挙区制とはそういう制度なのだ